本当は教えたくないキャンプ場シリーズ、山鳥の森キャンプ場の紹介です。ご存知の方も多いかと思いますが、山鳥の森キャンプ場は、九州でも有名な温泉地、黒川温泉からですね、約8分の位置にあります。注意点です。山鳥の森キャンプ場はですね、結構大きな看板があって入り口大変分かりやすいんですけども、やってくる方向によってはですね、ちょっとカーブが結構鋭角なので、大きい車だとちょっと切り返しが必要かもしれないですね。はい、入り口からですねこう降りていくと、まあ、仮設のパイプなんかが結構見られるんですけども、実は一度水害の影響を受けてですね一旦閉められましたが、まあ、見事にですね、まあ、クラウドファンディングなどを、駆使して復活されました。しかもネット予約もできます。はい、場内入るとですね、大きなちょっと管理棟があります。結構綺麗です。で、あと資源ゴミはですね、細かくですね、分別の指示なんかが結構イラスト入りで書いてあるんで、すごく親切ですね。あと、燃えるゴミはもう200円で引き取ってくれますんで、まあ、その辺の、まあ、ルールとか、マナー注意事項、しっかりしたキャンプ場だと思います。はい。入ってからですね、一応右側の区画は一応工事中の区画です。ちょっと水害のですね、被害があった場所らしいんですけども、オーナーのご夫妻曰く、まあ、子供たちが遊べる場所もちょっと増やしたいということでしたので、まあ、今後が楽しみですね。夏はですね、プールもあるので、まあ、夏キャンプも一応楽しめそうですね。あと、川の方ですね、ちょっと降りていくちょっとアプローチなんかもあるので、まだまだちょっとね、荒れてるんですけど、川遊びも、できるようになるようになるかなと思います。一応釣り堀もあります。まだちょっとですね、準備中みたいなようで、まあ、ホームページの方にもちょっと釣り堀の詳細まだ載ってないんですけども、夏、まあ、シーズン考えなくてもちょっと釣り堀が遊びるようにいつかなるかもしれないですね。管理棟のですね、すぐ横にトイレの建物があるんですけども、ここのトイレがですね、めちゃくちゃ綺麗です。僕が今までちょっとキャンプ場で行った中で一番綺麗かもしれないですね。山鳥の湯、温泉です。まあ、源泉かけ流しですかね。このコンパクトなサイズでですね、半露天風呂をちょっと実現しているので、大変綺麗な、お風呂でした。午後3時半からですね、朝の8時半まで入り放題です。私もですね、一泊なんですけど、3回入りました。区画サイトは、S、M、L の、3タイプあります。M とですね、L の区画は、電源付きが選べる区画になっております。S 区画はですね、まあ、元からあった、まあ、砂地の区画でして、まあ、M と L の区画は2022年の8月から、加わった新区画になります。なので、やっぱり芝生が綺麗でした。はい。ファミリーキャンプにはですね、やっぱり M、L の区画がおすすめです。サイト区画内の炊事棟とトイレ、こちらも綺麗です。私たちがですね、泊まった時は、なんと炊事棟のそばにアナグマさんが来てくれました。かわいい。はい。山鳥の森キャンプ場さんですね。まあ、入り口入るともう、ちょっともう紅葉がですね、綺麗な紅葉が迎えてくれます。まあ、秋キャンプではですね、こちら紅葉すごく綺麗なので、こちらも見ていただけるといいかなと思います。
冬キャンプの楽しみ方のご紹介です。薪ストーブでですね、焼きみかんを作ります。ちょっと皮にですね、焦げ目がつくぐらいで焼くのがちょうどいいですね。これで焼いてあげると甘さがぐっと増して美味しいですよ。ちなみにですね、こちら焚き火台でもできます。一応ちょっと動画の方にもちょっと載せておきますんで、よかったら試してみてください。はい、本当は教えたくないキャンプ場シリーズ、山鳥の森キャンプ場さんのご紹介でした。こちらの紹介動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。